はい、ブイミーです。はーい、友達めちゃくちゃ好きで今の悪だと思います。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。昔々のそのまた昔、俺が中学生ぐらいかな、マクドでね、シェアポテトのあるものがね、発売されてたのを覚えてますでしょうか。俺それ知らんかったんだよな。今日企画のね、初めて聞いたもん。本当、シェアポテトってサイズ的には L サイズ2つ分 340g の、結構あるな。そう、そんなあるのか。そうそうだったよな。グラム数にしてたらポテトお前は。そうそうそう、口の中パスパスなの。広げるとお盆一つ分ぐらいで、シアポテトってちなみに名前が変わっとって、その前はメガポテトって名前でね販売されてたらしくて、それはさすがに俺も知らんけど、インパクトありますね、メガポテト。それはねそれはね、今回はね、何人参加すか。3人でシアポテト1人1つ分早食い対決といきましょう。あのね、昼に飲んだゴディバが残ってるんですよ。ゴディバ飲んだことある？ゴディバのチョコレートの。あ、そうだよね。あれね、今回初めてね、カカオ指数、わからん、ようわからん、ようわからんけど、カカオ指数 31% の飲んだんやけどな、俺あかんかった。もう、あれ、やっぱりな、一番下は、27% のホワイトが思考。皆さん、ゴディバの、チョコリキサー飲むときは 27% のホワイトチョコのがおすすめです。ゴディバの宣伝までするね。マックを宣伝しね、ゴディバまでついでに、皆さんの口の中を甘くする作戦です。今から多分地獄のゲスをお見せするので。そうやね。制限時間は10分。10分ね。こっちか。L サイズ2つ、ね、2つ、 L サイズ2つ分、制限時間10分で食い切れなかった人は罰ゲーム。なっちゃんさんがね、罰ゲーム用意しているらしいんで、はい。喋れ。まあ何でもいいけど行ってみましょう。出発。VME エンタメチャンネル。はい、商品到着いたしました。こんな感じでございます。すごいね、量がすごいわ、これ。これがね、ポテトの L サイズ2個分。ね、意外と多かった。うん、意外と多かった。これいけるか？はい、簡単にルール説明したいと思います。ドリンクはジュースとかあれしたら、ちょっと味変と一緒の感覚になっちゃうんで、お茶で統一しました。さっきも言いましたが、味変禁止のポテトのみで対決していきたいと思います。うん、あと言うことあるかな？VME エンタメ。ちょっと声だけで失礼します。一応3人が今からチャレンジをします。ちょっとアップルパイ以外が食べれないなっちゃんがタイマーで時間を正確に測って皆さんに頑張っていただきます。さあ、よろしいですか？よろしいですか？よろしいですか？いきますよ。よーい、スタート。さあ、皆さんが頑張っている中、優雅にアップルパイを食べながら優雅に眺めております。どこ見てるの？どこから見てるの？3人とも似たような量ですね。さあ、皆さん頑張って。1分が経過しましたよ。パッと見ですが、ヤス君がちょっと優勢かなという感じです。
ろそろ3分が経過しようとしております。ちょっと逆転してきたかなという感じです。優雅に眺めているのも楽しいもんでございます。気分が結構減ってきたかなという感じです。もしかしたらちょっと逆転あるかあるか。それは偉いですね。はい、5分が経過しました。この調子だとヤス君がもしかしたら1位かもしれません。ヤス君逃げ切りそうです。これ終わり間際で大体苦しいもんよね。量が増えるスピード上げても量が増えるか。やばい、ヤス君逃げ切りそうです。これはい、7分経過しましたよ。はい、そうですよ、ちゃんとカウントダウンしてますからね。ヤス君逃げ切りそうです。これはちょっと可能性が高くなってきましたよ。やめるからか、同じように食える。2時間でもいい。ヤス君逃げ切るこれ。はい、ヤス君逃げ切りました。さあ今度は2位争いになってきました。さあ2位争いになってきました。さあどっちが先に食べきるか。いや、この量無理やで。え、Lサイズ2個で多くない？無理だよね。これ Lサイズ2個これ。あと1分ですよ。あと1分ですよ。もう食べるより普通で、で、食んできない。そんなことしてる。バッパなしで。もう食べてたら、もう、せいかく。あ、30秒切りました。テンカウントを入らせてもらおうかと思います。8、7、6、5、4、3、2、1、終わり。これは、皆さんちょっと片隅に寄せてもらえると分かりやすいかなと思います。VME エンタメ。終わったんで。虫の笑顔が腹立つまで食べとる時に。
待っててさ、上顎さ、こうなんやばい。そうなんやばい。そいつは、こんなことやねん。何ですかね、地上で。いや、マジで、これ、ギャラの方がいいと思う。体調不良してよ。VME エンタメチャンネル、はい、はい、どうでしたか。いやー死にそうですね。突然の塩分の過剰摂取でスーってなったもんね。急急反酸期、血圧が、うん、私が本職の仕事しない感じ状態だった。そうですね、結論もうやらん方がいい。危険な。皆さんはやっちゃダメ、やるべきではない。我々体張ってるのでね。そうね、特殊な訓練を受けてますので。そうそうそう。YouTuber ですからね。僕たち。私たち。あ、めちゃ大様や。何様やねん。時間制限内に完食できたのがヤス君だけということで、で、量に差はあれども食べきれなかった前の2人が罰ゲームということになります。これ本当に絶対見逃すし、場所移動をして罰ゲームをやってもらいますので、お楽しみに。ちなみに何をやらされるんですか。見てからのお楽しみ、見てからのお楽しみ。恐怖やね。ではでは、罰ゲーム行ってまいります。お楽しみに。 VME エンタメチャンネル、ではね、不本意ですがなっちゃんさんに罰ゲームの、ね、説明をしていただきたいと思います。私も最近ちょっとおさぼりしているので、あんま人のこと言えない状態ですが、いきます。やっぱりきついな。やば、無理や。おかが広がって、私もちょっとここが限界ですが、はい、ここでやってもらいます。ちなみにですね、僕左足連打してます。何状況。アリさんの足は果たしてどちらなんでしょうか。違うね。いないVME エンタメ。だからこれ簡単にできて罰ゲームにならないっていう可能性もあります。あるね。ちなみじゃないでしょ。いきまーす。やっちゃったかも。いや、ちょっとかも。もっともっともっと。出ていくよ、これ。できるな、これ。やっていい？いや、無理やな。え、これでいかんよ。ちょっと待って。めっちゃ。VME エンタメチャンネル、まあいかがだったでしょうかってさっきから言い過ぎとるから。確かに。まあ今回の企画こんな感じで幕を下ろしたいと思います。これからもね、早食い対決とかなんか体を張った企画やっていきたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録随時募集しております。ではバイバイ。